Hey yo les gens, c'est Mister Nox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Nier Reincarnation. Dans la dernière vidéo on s'avait arrêté ici. Ouais, on l'avait fait, alors bon, on va continuer. Je vais mettre ici. Oh, vite, vite, vite. が変わる前に消えてくれないかい。邪魔するならあなたたちも。 私が相手をしよう。 邪魔するならあなたたちも。
お尻が冷たい。でも、なかなか楽しかったわ。そのうちまた来ようかしら。 それじゃあ槍の記憶、最後のかかしに入りましょう。冒険家の彼は無事に家に帰れたかしら。 今にも生まれようとしていた。
に激痛が走る。身動きすらもままならない。それでも懸命に手足を動かすが、体はどんどん重くなっていく。体が冷たくなっていく中、男は悟る。そうか、俺はとっくに。すでに感覚を失ったその手を男はそっと懐に入れる。娘の作ったお守りにはまだほのかにぬくもりが残っていた。指先に家族を感じながら、男はゆっくりと目を閉じた。家族の姿は幻だったのね。強くあろうとしても人は一人では生きていけない。悲しい男の物語だったわね。誰の生涯にも宿命のように悲哀は待ち受けているわ。それでも前に進まなくちゃいけない時がある。あなたもそう。そのためにここまで来たのでしょう。Bon, on se retrouve après la fin du téléchargement. ここがあなたの旅の終着点。最後の記憶、その修復をする時が来たわ。失ったすべてのものを取り
このかかしに刻まれているのはあなたたちの記憶。始めましょう。
しいでしょうけれど、先へ進むわよ。この記憶はあなたに深く絡みついている。その修復は一筋縄ではいかないわ。本能に刻まれた欲望に従って人の夢を奪い、暗い人間の姿を望むもの、それがあの怪物。あなたの方が詳しいわね。私が相手をしよう。立ちはだかる者は斬る。
次の記憶へ、次の形を探しましょう。その端末、使い方は覚えているかしら。二つ目の記憶ね。準備はいい？
丈夫。歩ける。さっきも言ったけれど、修復が進むほどにその苦しみは深くなるわ。気が変わる前に消えてくれないかい？しきる。邪魔するならあなたたちも。これを。皆さんのために。私が相手をしよう。邪魔するならあなたたちも。
れたわね。道があっても引き返すことなんてできないけど。すべての記憶の修復が終わったら、もう一度あなたの答えを聞かせてもらうわ。だから自分の心をよく整理しておきなさい。Il va faire quoi là? Bon bah je peux pas faire vraiment le skip. Ah ouais, j'ai pas compris. Débloqué. Bon bah c'est pas grave.
What? Bon, cette vidéo va être plus longue que la dernière fois. Bah, que cette vidéo. Parce que bon, je retrouve. En fait, ce jeu a plusieurs parties. Et là, on est à la fin de la partie 1. Je crois hein, que c'est la fin. Je sais plus, on verra.
気が変わる前に消えてくれないかい？あなたがどちらの選択をするとしても次の記憶が最後の記憶よ。行きましょうか。Je ne comprends pas le truc du début de grésillement. On va retrouver le mât ou... あなたがやってきた物語の修復、それはあなた自身が犯した過ちへの贖罪。でももう少しでそれも終わり、願いを成し遂げるのか、あるいは
ね最後の記憶よ。この修復を終えた時、あなたは失った全てのものを取り戻す。そこであなたの罪が待っているわ。立ちはだかる者は斬る。Oui, c'est mal.
ことが最後の一つ。言葉。これであなたは失ったすべてのものを取り戻した。選択の時が来たわ。人間になるのか、それともあなたの本当の願い教えて。Bon les gens, je vais vous laisser là, on se retrouvera pour la deuxième partie. Bye bye.